どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、約 90% の確率で相手の性格を当てる。しかも、仕草とかじゃなくて持ち物だけで、相手のですね、性格を 90% 当てるですね、方法をご紹介したいというふうに思います。このチャンネルではこういうふうに様々な心理学や科学の知識を皆さんに、まあ、わかりやすくご紹介していくというチャンネルになっておりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあ、主にニコニコの方でやってるんですけど、まあ、ニコニコもよかったら見てくださいという感じですね。で、今日はですね、9割の、確率で相手をですね、相手の性格を、何の訓練もしなくても当てれるですね、持ち物が見つかったよという研究です。あるものを皆さんチェックするだけで相手の性格をですね、当てることができるんです。しかも本人が目の前にいなくても当てれます。てかむしろ多分本人がね、目の前にいない方が当てやすいんですよ。変なバイアスかからないんでっていう方法を、今日は紹介したいと思います。これですね、カンザス大学の、研究なんですけど、ちなみに皆さん何見たらわかると思います？何見たら相手の性格わかると思います？そう、なんだと思います？まあ、女性でも男性でもいけると思うんですけど、なんと思います？はい。これ実はですね、結構衝撃的な研究で、普通はさ、表情とか仕草とか見るじゃないですか。人間って。で、僕もやっぱりテレビとかだと、まあ、一応ね、建前上ね、別にテレビは本当のこと言う必要もないんで、仕草とか、ね、見てますよとか、表情がこうなったからこうですねって言ってるんですけど、はっきり言いますけど、心理学的に表情とか仕草で相手の心は読めません。基本的にはね、特定の状況で、特定の仕草が特定のですね、感情を表すって、ごくごくですね、こう、小さな手がかりになることはあっても、基本的にはそれだけでは全くわかりません。ノイズが多すぎて。なので、例えばこうやって顔をこうやって触ったのがですね、本当にこれ、心理的な影響で触ったのが、ただ単にここ触る癖があるのか、たまたまなんか虫とかが直前に止まって、でそれで痒くなったのか、わかんないわけですよ。当たり前なんですけど。で、これどういう意味なのかというのはわからないから、結局その、心理学的にそういうことを感情し、持ってる人がこういう仕草をするって可能性はあっても、それ以外の原因でやってる可能性もあるから読めないわけですよね。じゃあどうすればいいか、ちょっと見るべきはものなんですよ。自分が選んだものに関しては、あるいは自分がですね、これがいいかなっていうふうにですね、考えて身につけているもの、あるいは自分がですね、普通はこう持ち物とかだったら、やっぱり自分の意思決定が反映されるわけですよ。だからバッグの中とか見るとさ、チラッと見えるとその人の性格とかなんとなく分かったりするじゃないですか。実は持ち物を見た方が相手の性格って見やすいんじゃねえのってのが今回の研究になります。で、カンザス大学の研究で人の性格がなんと、僕今履いてないですけど、靴。人の性格は靴に出る。しかも 90% の確率でこれ何の訓練もなくても当てられるってですね、結構すごい内容になってるんですよ。なかなか面白い研究ですよね。で、具体的にどういう風にするかっていうと、サンプル数はまあそんなに多くはないんですが、63人の男女にですね、いろんな靴を、実際に所有者がいる、いろんな靴をですね、写した写真、208枚をですね、見てもらうわけです。はい。つまりまあ、いろんなね、靴の写真を見せるわけです。誰かが履いていた靴の写真を。で、見せて、全員に、この靴を履いている人、この靴の持ち主っていうのはどんな性格だと思いますかってことをですね、聞くわけですよ。で、この全員の、写真だけを見て、写真に写った靴だけを見て、その持ち主の性格をですね、予想した、この答えと、心理学的に分析した、その靴の持ち主ですね、その持ち主たちの性格を比べてあげるってことを行ったんです。つまり、ただ単に、靴の写真を、その人が履いている靴の写真を見ただけで、本当の性格とですね、どれぐらい近いですね、性格のですね、まあ、いわゆるこう分析ができるのかってことを調べたんですよ。もうこれ結構簡単ですよね。変な話、インスタとかフェイスブックとかで相手の写真を見るときに靴が写ってたら、その靴見るだけで変にですね、文章を読んだりとか分析とかプロファイリングとかしなくても靴を見るだけで9割当てれちゃうわけなんですよ。これがもし本当なら。で、実際このですね、研究の結果ですね、みんな、ざっくり9割ぐらいは持ち主の性格を当てることができたっていうことがですね、この研究では分かったんですよね。これなかなかすごいんですよね。つまり、僕らもし相手の性格を知りたい、本当に大丈夫なやつなのか知りたい、猫かぶってんじゃねえか、信用できるのかってことを考えた場合は、靴見りゃいいんですよ。で、靴見て、あんま余計なこと考えないんで、なんとなくこういう靴を履いてる人はこういう性格だろうな、みたいなことをですね、考えると。確かに、自分の周りの友達とか、あとは僕もそうですけど、やっぱこうね、人生のその節目節目でどんな靴を履いてたかっていうのをですね、思い出してみると、まあまあわかるわけですよ。例えば僕大学生の頃なんかちょっと変わった靴とか、好きだったんで、まあ革の靴とか履いてたんですけど、なんていうかちょっとおしゃれ系の靴とか履いてたんですよね。で、確かにそうすると、まあなんかこう代官山にいそうな感じの、ね、代官とかで服買ったので、昔はね、パフォーマンスがやった頃は。だから多分そういう性格だったわけですよ。うん、っていうのがわかるし、まぁ、ちょっとなんだろう、変わったことをしたくて、おしゃれな感じなんだけど、ちょっとひょろい感じというか、メンタル弱い感じみたいな。まあ、そのままですよね。まあ、靴見れば、なんとなく、まあ、その時に靴を見せたいぐらいですね。今撮ってないんであれなんですけども。とか、で、あとは公演とかやり始めた時にですね、やっぱりすごいいい靴とか買ったんですよ。なんだっけ、ジョンロブとかの靴とか買ったんですよ。一足30万とかするような靴とか、もうごつい靴あるじゃないですか。すごい、履いてると足痛くなるような最初のうちは。でも慣れてくると、だんだんこう使えるようになってきて、
毎日手入れをしてみたいな感じの超いい靴とか履いてたんですけど、まあ、そういう靴ですね。で、今は、もうナイキのスニーカーです。もう今、ナイキとか、あとボーラーってとこのスニーカーとか僕はよく履いたりしてるんですけど、これね、やっぱね、人生の変遷がわかるわけですよ。つまり最初はパフォーマンス系だったわけですよね。その表に出たりとか、まあ、おしゃれさとか、その大事にしてた時期があって、そっから、ちょっと、なんだよ、講演家とかコンサルとかやろうと思ったんで、スーツ着たりとか してたから、結構革靴みたいなの、そのバッチリしてて、高級な革靴みたいなブランド志向で、で服、スーツとかも僕か ディオールとか着てたことがあって、僕なんか普通ディオールぐらいしか買ったことないな。うん。で、やっぱりね、それでまあ高いスーツとか高い服着て、自分をすごく見せようと思った時期があったんですよ。っていうのがあってから、まあ、そういうのがまあ全部どうでもよくなっちゃって、もう今なんか、もうこんな、もうだって公園とか行くときもこんな感じですからね、下手すると短パンみたいなやつに、T シャツ、基本 T シャツで、靴とかももうほんとスニーカーみたいな動きやすい、靴で実用的な靴みたいになってるわけですね。で、こうやってやると、まあ、確かに性格は出てますよね。今なんかね、筋トレしたり体を動かす方が好きで、ね、実用性の方が僕大事にしてるんで、みたいな風にですね、結構自分の人生で考えた時に、履いてる靴って一番よく変わってったなってことがわかるわけですよ。もちろん服装とかも変わると思うんですけど、服装の場合ね、TPO とかもあると思うんですけど、どういう靴をチョイスしてるかってことが大事になってくるんですね。なんかそういう意味で言うと、靴に関する知識をですね、持ってるっていうのはですね、意外と悪くはないんですよね。どんなブランドなのかとか、ね、どういうなんかこうニュアンスがあるのかとかって、その知識を持ってるのはまあ悪くはないでしょう。ただそういうのがなくても、9割で当てられるんで、ぜひですね、皆さん迷ったら靴を、見てみるといいんじゃないかなというお話です。で、具体的にですね、一応靴にどういうですね、性質が反映されてるかって話なんですが、これはまあ、あんま知らなくても、皆さん普通に当てれます。この実験のですね、参加者の人たちは何も知らないでやってるんで、普通に直感でも当てれるんですが、一応ですね、その靴、履いている靴と、性格に関するですね、分析をこの研究の中で行ったところですね、まあもう当然なんですけど、収入が多い人はですね、高い靴を履いているっていう当たり前の結果があったりとか、あと外交的な人、結構ね、オープンで、誰でも友達になろうとするような人はですね、やっぱりカラフルな、靴を履きやすかったりとか、あとはですね、誠実性が高い人、いわゆるこうコツコツ物事やったりとか、あとは自分をコントロールするのが上手い人、集中力あったりとかして、ちなみに誠実性はですね、ある意味万能能力って言われてるのですね、性格で、誠実性が高い人はやっぱり成功しやすいんですよ。だから女性なんかでもそうだし、あとパートナーとかに選ぶときも、やっぱり誠実性が高い人とですね、組んだりすると、まあ人生もいい方向に行くし、仕事もうまくいくし、裏切る可能性も非常に少ないわけですね。で、こういう、まあいい人を選びたいんだったら、よくほら、女の子でさ、あの人すごい高い靴履いてるからきっとお金持ってるんだ、収入高いんだ、結婚したいみたいなこと言うですね、港区女子みたいなですね、やつで、やつがね、時々いらっしゃいますけれども、あれ実は間違ってて、一番結婚すべきは誠実性が高い人なんですよ。浮気する確率も少ないし、コツコツ頑張るから、成功しやすいわけですね。じゃあこんな誠実性が高い人、どんな靴を履いてるかって言うと、なんと、誠実性が高い人は、新しい靴はあまり履かないんです。新しい靴はあんまり履かないんだが、綺麗に手入れされて長く履くことの方が多いんですね。だから靴を見た時に、もうピッカピカで、あ、新品だなっていう靴じゃなくて、多分結構履き慣らしていて長く履いてるんだけど、随分綺麗に履いてらっしゃいますねと、手入れしてますねっていう靴が、一番ですね、結婚相手とかですね、仕事とかで組んだりする相手としては向くわけですよね。うん。とか、だったらリベラルな考え方を持ってる人、変に他人を束縛したりとかしなくて常識にとらわれないような、まあ、開放性が高い人ですよね。こういう人っていうのは、意外とですね、安っぽい靴履くんですよ。安っぽくて、ちょっとみすぼらしい靴というか、もうなんかちょっと履きつぶしたい感じの服とか、靴とかをですね、履いてる傾向が高いわけなんですよ。これなかなかだから面白いですよね、そういう意味で。だからほら、なんかすごいね、シリコンバレーとかでもめっちゃ金稼いでる、経営者とかなのに、なんていうんですか、その、投資をしたりとか、新しいビジネスにお金を使うのはですね、好きだけど、服とかさ、ファッションとかにお金使わねえみたいな人いるじゃないですか。割となんかこう適当なですね、服着てるにもかかわらず超金持ってるやつとかって時々いますけど、こういう人はやっぱりリベラルな、ね、考え方を持っていて、新しいものが好きで、物事に対してですね、オープンな人が結構多いってことなんですよ。なかなか面白いですよね。で、あとは協調性が高い人ね。周りに合わせるのが上手い人。この協調性が高い人っていうのは実用性と機能性を兼ね備えた、靴を履くってことが分かってますね。だから無駄に高い靴よりかは、まあ変な話、動きやすい靴とか、あとはまあ、例えばですよ。じゃあ、サラリーマンとかだったら、そうですね、ジョンロムの靴とかだったら、すごいこう、高級感があって、実用性、走りやすいとか歩きやすいとか、実用性っていうよりかは、まあ、見た目というか、ブランド品とか、そういうのが、まあ、出てくるわけですよね。で、一方で、何か、例えば、コールハーンの靴とかだったら、コールハーンってあれなんですよ。僕も持ってるんですけど、海外に行った時に僕、海外のレストラン行く時、ほら、保湿付きのレストランとか行く時って、一応さ、ほら、革靴っぽいの履いていかないと怒られるんですよ。だから、スニーカーじゃいけないんで、持ってくんですけど、重いの嫌じゃないですか。靴もわざわざ、旅行に持ってくのに。で、僕、コールハーンの靴持ってくんで
ですけど、なんでかっていうと、コールハンってね、外側はね、革靴っぽいんですよ。まあ、革で生きてるんですけど、でね、裏のね、ソールの部分がスニーカーなんです。だから上半分の見えるところが、すっごい柔らかい革でできて、スニーカーみたいな革でできてて、で、ソールがですね、分厚くって、ソールがゴムになってるんですよ、ちゃんと。だからスニーカーみたいな感じで履ける見た目革靴なんです。だから変な話、自転車とかガンガン漕いでも大丈夫な感じの靴なんですよ。しかも疲れないし、めちゃくちゃ軽いんですよね。もうほんと、スニーカーより軽いです、下手すると。ナイキのスニーカーなんかよりは全然軽かったと思いますけど、そういうですね、靴があるんですけども、ね、あ、今日のじゃ番組の説明のところに入れていきましょうかね、この辺やると。僕結構コールハンソンの靴好きですね。履きやすいというか軽くていいなと思うんですけど、まあ、普段はスニーカーですけどね。はい。そうですね。まあ、いわゆる実用性と機能性を兼ね備えた靴をですね、選んでる人ってのは基本的には協調性が高い可能性があるよっていうですね、のとか、あとはですね、ちなみに攻撃的な性格の人ね。女性からしたら嫌ですよね。攻撃的な性格の人ね、DV される可能性とかもあるだろうしね。嫌じゃないですか。こういう攻撃性がですね、高いですね、性格の人のアンクルブーツを履きがちってことがね、分かってるんですよね。これなかなか面白いですよね。もう日本でも当てはまるんですかね、アンクルブーツね。で、あとはですね、落ち着いた性格の人はですね、パッと見は、不便そうな、靴を履いてることが多いそうです。落ち着いた性格の人は、まあ、パッと見はですね、不便そうな靴。まあ、だからその、見た目重視というか、なんかその、履きづらそうだなみたいな感じのですね、服をですね、靴をですね、履いてることが多かったそうですね。これ実際は、この、統計はですね、一応これ海外のものなんで、この性格というか、その、靴と性格の、なんていうか、その対応っていうのは、まあ、全部が日本で当てはまることが分かりません。まあ、おおむねは当てはまるでしょうというところからですね、一応紹介しました。ただ、何回も言いますが、皆さんはですね、相手の靴を見るだけで、9割方ですね、相手の性格を当てることができるような、素養をそもそも持ってるというのがですね、結構面白いところで、だから相手の考えてることが分からなかったりとか、相手の性格を知りたいんだったら、まずはですね、靴を見ましょうというやつですね。だからね、名刺交換として、あ、じゃあよろしくお願いしますって言った時とかにはですね、必ず足元を見て、靴をパッと見て、あ、どういう性格かなー、今の靴だとっていうことをですね、考えながら、あえてね、会話とかしたりするとですね、より、相手の心を読みやすくなるんじゃないかなということでした。ぜひ、やってみてください。はい。でですね、まあね、人の心を読むのってなかなか難しいです。当たり前ですけど、僕もやっぱテレビでね、そういうことやったりします。まあ、あれはエンターテインメントですからね、まあ、あと尋問とかしちゃってるんでね、普通にね、例えばプレッシャーかけたりとかして相手にボロを出させるってこと僕よくやりますけど、あれ日常生活やると、まあまあ嫌われますからね。だからあんまりね、あれ実用的ではないんですよ。あくまでエンターテインメントとしてやってるだけなんで、あれは。じゃあどういうところにですね、注目すれば、靴以外でね、どういうところに注目すれば人の心を読めるかっていうと、やり方が2つありまして、片方が、観察能力を高めたりとか、どこを見るとどういう人はどういうところに特徴が出るのかって、そのまあ特定の、パターンをですね、覚えておくっていうですね、やり方ですね。外見から判断するための方法をたくさん知っておく。で、二つ目が、これが今日の靴の話と非常に近いんですけど、共感能力というか直感力というか、相手をパッと見た時に、あ、こういうタイプだなっていうですね、のをですね、見抜く、まあ、いわゆるこう、直感的に相手を判断するための能力を鍛えておくって、この二つですね。つまり、たくさんのケーススタディを知識として持つのか、直感力をそもそも鍛えてしまう、共感能力を鍛えるとできるですけど、こういう相手の心を読むための能力を鍛えるか、このどっちかしかないんですよ。というわけで今日はこの両方のですね、方法を解説したいと思います。今日のですね、おすすめの本なんですが、僕の本ですが、スナップジャッジメントっていう本をですね、おすすめしておきます。番組タイトル下の動画の説明欄のところに入ってます。ぜひチェックしてみてください。これはですね、相手の外見から相手の性格とか、行動とかを読むためのですね、このケーススタディがいっぱい入ってる本です。こういう行動をこういう人がしたらこういう意味ですよとか。で、これはですね、すべてがわかるわけではないです。何とも言ってるんですけど、相手のですね、仕草とかですね、表情からだけでは相手の性格って読めないんですけど、時々ですね、出るところがあるんですよ。で、そういうポイントをまとめた本になりますんで、ちょっとメンタリストとかですね、あとはなんか、シャーロック・ホームズみたいな観察能力をちょっと手に入れてみたいと思う方は、ぜひ、ね、読んでみることをお勧め、します。スナップ・ジャッジメントという本ですね。番組タイトル下の動画の説明欄からチェックしてみてください。で、もう一個、ですね、相手の心を読むためのトレーニングなんですけど、これね、トレーニングなんで、結構ね、続けてもらう必要があるんですが、僕もずっとやってるトレーニングをですね、一応ご紹介してありまして、結構ね、積み重ねていくとある時から急にね、なんかこう、なんとなくの直感が当たり始めてるような感じがするんですよ。つまり、パッと見で、あ、なんだここだなっていうですね、まあ、いわゆるこう、変な話で、超感が鋭い人になれるためのですね、方法ですね。対人関係における感の鋭さを高めるための方法です。この方法はですね、今日の続きの動画として、動画を公開してありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで今日の続きの動画はですね、番組タイトル下の説明欄、または動画のコメント欄の方からチェックしてみてください。今日の続きは、初公開、心を読むためのトレーニングということで、僕もやってるですね、心を読むためのトレーニングを解説してますので、ぜひですね、ね、対人関係で、勘が鋭いやつになりたい。結構かっこいいですかね、勘が鋭いやつ。あ、でもあいつこのまま聞こうだったからこうだよねみたいな。なんでわかるのみたいな。そういうのとかですね、多分できるようになると思うんで。まあ、エンターテインメントのパフォーマンスは別よ。パフォーマンスではなくて、まあ、いわゆるこう。相手をですね、こうね、相手がギョッと驚くような観察力を持ちたいという方はですね、ぜひですね、続きの動画、コメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。